ある村に三つの頭を持つ男の子が生まれました。名前はマーシャル・ディ・ティーチ。数年後、村で大きな災いが立て続けに起こり、ケルベロスの呪いとされてティーチは二つの頭を切り落とされてしまいました。ティーチは必死に村から逃げ出しました。逃げ回る日々の中、極度の恐怖心から眠ることができなくなってしまいました。ある日、ティーチは植物学者の老人に出会いました。老人はロックスと名乗る海賊の船で悪魔の実という果実の図鑑を作っていたと話しました。老人はティーチに身に宿る不思議な力の話をたくさんしてくれました。その中でも船長が食べたという闇々の実と、もう一つの実にティーチは強く惹かれました。老人は死に際にこう言い残しました。図鑑を完成させてくれ。闇々の実が必要。白ひげという海賊の船に潜り込め。ゾーン系犬の実幻獣種モデルケルベロス。まさかフロリアントライアングルに迷い込んだ海洋類が食っていたとは見つからねえわけだ。ドラム王国をはじめ幻獣種を匂わせる噂はしらみつぶしに探し回ったが、ようやくこいつにたどり着いた。俺は海洋類だな。でかすぎてプカプカ浮いてやがる。どうすりゃ殺すんだこんなやつ。これで最強のロギア系、最強のパラミシア系、最強のゾーン系の全てが手に入る。もはや神にすら俺を止められねえ。待ってろ兄弟。頂上戦争後、たな船長、成功したんだ。そろそろ俺たちにも教えてくれよ。グラムラの実を奪った方法をよ。そうだな、俺たちはこれから能力者狩りを開始する。その前に教えてやろう、中で何をしていたか。白ひげの体からグラグラの実の力を奪った方法はズバリドラムロール。こうだ。うー、気持ち悪い。ぜーはははは、もちろん冗談だ。真実はお前たちの想像をはるかに超える。その方法は闇の力。まさか。こうだ。余計気持ち悪い。
俺の時代。あ、毒球、歯を植え込んでくれ。おいウルフ、そろそろ起きて、てめえの足で歩け。船が行かれちまう。ついに迎えた麦わら一味との直接対決。ぜえ、はははは、さすがに強えな、四皇麦わらの一味。だがこいつらも簡単にくたばるような玉じゃねえ。面白いもんを見せてやろう。ブラックホール、悪魔の木。第2ラウンド開始だ。